ミートピア。長い特訓を終え、ついに、超魔王のもとへやっていく日が来ました。さあ最後のバトルですね。こっからは、いやちょっと緊張するね。正直キプレイでも正直怖いよ。強い、いやどうなんだろう。さすがにそのキプレイでも怖いとかありますけどね。いよいよ最後の戦いが始まろうとしています。では行きましょうか。超魔王の間来た。いろんな顔や全てがね、惑星が浮いているこの空間で、超魔王の間だけど、何そのまま歩くの？ちょっと何、幹部的な、いやすぐ終わっ、行ったわ。来た。岩田社長だ。よくぞここまでやってきたな。大賢者岩田社長返せ。そうだよ、もうね乗り移ってんのよくない。褒美だ。何、全力で相手をしてやろう。来たか。何、すべ、何、いろんなもん吸収されてる。はあ、ああ、うわ、何、何、手出てきた。まさか、どこから見た、そう、待って、手があるタイプってなんかどっかで見たことあります。その手顔というの分類はどっかのドラクエでも相当見たことあるんですけど。なんか笑わせに来てない。これでも 3DS でも見たよ、このパターン。超魔王岩田社長。うん、ちょっと 3DS でも見たな、このパターンは。ちょっとだけ。この全ての太陽のような存在ですけどね。もう完全に笑わせに来てますけどね。状況はシリアスなんですよ。見ろ。この偉大な姿を。偉大か？感じろ。この溢れぬ力を。さあ、始めよう。最後の戦いを。うわあ、待ちなさい、神様。超魔王岩田社長、やつの力あまりにも強大。仲間たち全員の力だって10人で戦う。なるほどね。10人全員ではなくて、多分ね、あれだ。そうだ。これね、今10人いるじゃないですか。3人、3人、4人という分類で戦います。なので、メインの4人だけそうやったら絶対ここは勝てない。3人で、まず、そのグループで左手、右手と戦って勝って、最後真ん中と戦うんだ。でもね、多分ね、4人ここに固めちゃうと、いつも使ってる。4人固めたら、多分ね、勝てないと思うんだよね。左手、右手。だから、分散しよう。そのまま右手の整列ですね。さっき左手選んだのに、このまま右手と真ん中選ぶことになります。まあ、真ん中は自然とね、残りの4人ということになるんですけども。さあ。うまいことを皆さん見てるか、賢い方はもしかしたら分かったかもしれないですよね。残った4人で本体戦います。いけるか？リリア様、ピコ太郎、そして、レベル23のロッキー、いけるか、お前。さあ、まずは、左手陣営、頑張ってくれ。さあ、ふりかけとかもここは共有になるんで、あんまり使いすぎないようにしたいね。できる限りこっちのチームにアンラ、成長期アンラがいるんで、成長期アンラ、そして10日さんもね、アタッカーとして活躍できるから、安全地帯うまいことを使ってって戦っていきたいね。お願いね。アンラが引っ張って、成長期アンラ頑張って、引っ張って。とりあえず。何来る？どういう技？うわ！あ、でも大丈夫。アンラなら耐えてるね、普通に。成長期アンラは大丈夫っぽい。来る、よし！でかいな、ここ。さあ、10日さんは普通に、熱弾連射！強い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 、150打点出てる。10日さんが、ま、意外といけるな。ミアルカどうする？覚悟なさい。ダブルスラッシュ。お、待って、みんな推進の火力出てる。あー、まあ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 、これそろそろ誰か下げようか。ミアルカちゃん発射準備、ちょっと待って。おーい、ミアルカを発射しないで。ミアルカ発射してる。よかった、でも嫌われることなかったね。振りかけは最大限活用してもいいけど、命の振りかけまでは使いたくないから、本当に気をつけていかないとね。
ふりかけ使って MP とか全部あるから、でもここら辺の貴重なふりかけは残しとった方がいい。 MP ふりかけは使ってもいいかな。トウカさんは MP 使うし OK 頑張って。アンダアンダは意外と大丈夫だね。ミヤルカはちょっともうちょっと下がってて、ピン痛い、1なら大丈夫だ。うん、アンダがねちゃんと水準の成長をしているのはでかいな。熱弾連射、いいぞ、いい、あ、いった、あ、やった、やった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 、それはやった、お前ら頑張った。さあドキドキ、アンダーこっちには幼少期アンダー、お、暗いか、落ち着いて、うん、大丈夫、お前がたちが引っ張ってくれ、こっちの方が強いな。さあこちらは大魔王の右手、杖を持ってますね。いやー、こっちはね成長期、幼少期のアンナがいますね。はい、戦士アンナがいて、しおちゃん、クライカというパーティーでね、クライカが回復役としてどんだけ動くかが鍵になってくんじゃないかな。頼むぜアンナ、頼む頼む、アンナ220出んの。扇風機、まあここまあまあ別にいいでしょう。アンナがね早めに決めてほしいね。いいくん、まあ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 、まあ、しおちゃん、まあ、ガンギリン !233 出ていく。いや、アンラ強え。よし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 。ぬぬぬー、第1位はお怒りだー。さあ、どう、いって、塩もお怒りだー。何？あ、やべ、ロックオンだ。避けた方がいいな。ちょっとね。でも、ここさ、守りのふりかけ使いたくないな。アンラ耐えれるだろう。アンラ余裕あるだろう。アンラ余裕あるだろう、お前。ちょっと怒りもったいないけど、アンラお前余裕あるだろう。ぬぬぬー、ダーッチーはお怒りだな。うんうん、それ好きだね。アンラもお怒りだな。これどうだろう、大丈夫かな。よし、余裕ある。普通に大丈夫やった。アンラさすがだな。幼少期アンラ頑張った。それは大丈夫。めっちゃ頑張った、お前。それは大丈夫。めっちゃ頑張った、頑張った、頑張った。さあ、怒りに燃えたアンラ頼むぜ。よし。よし、もう一回、もう一回行って。よし。いや、まあ結構大変な。アンゲルセンス使おう。クラウドダメージ的に、しおちゃんまた下げないとダメだ。しおちゃん HP84 しかないから無理だ。クライカは106、意外と耐久あるね。で、クライカは。クライカは耐久意外とあるから耐えれると思う。とりあえず、死なないようにして。それナイスーナイス回復ナイス回復、よし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 、ナイス回復ナイス回復ナイスナイス、ロックオン、いや違う、これクライカ、なあ、まあでも、45とかならクライカはだいぶ耐えてる方だよ。大丈夫大丈夫。何？うわうわ結構ほら、まあ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 、でもアンダ頼むわ、引っ張って。よし大丈夫、順当順当順当に順当に、猫パンチ、あっ、しおちゃん決めた、しおちゃん決めたね。よし頑張った、あとは任せて。そして最後の誰か、よく言った、よくね、あいつら言ったわ。一軍メンバーが一人ずつ分かり取ったね。そしてラストですね、こっちはラスト陣営やったね。うん、アンナ頑張った、そっちも。あとは4人に任せよう。大丈夫、しおちゃん。ん？何？いやいやいや、そんな下からバーって出なくても。何？まさか。もう勝ったつもりか？見せてやろう。真の力を。え？まさかこいつだ。え、待って、それ、取っちゃダメだよ、絶対。あ、怖っ。取っちゃダメだって、絶対嫌な予感するこれ。あー、戦った6人が取られちゃった。え、どうすんのそれ。覚えてないよそんなの、絶対何するか。え、吸収したってこと、強さを。さあこっち陣営、ティダ
リリア様、ピコ太郎、そしてヨッピー。新超魔王岩田社長。うわー、緊張する、マジで緊張する。さあ、こっちのパーティーはね、リリア様がいてくれるから、火力源はリリアに任せていい。自分は回復に専念でもいいし、ピコ太郎がアンコールをワンチャンしてくれる可能性がある。さあ、どうしようかな。まず先手取れるんだったら一回ね、振りかけも全部残ったからだいぶでかいね。シャイニング、リリア様、バリアー、オーケー、よく待った、よく待った、よしよし。ピコ太郎どうする、みんな、愛してるよ。やっぱり恒例のラブコールから入った。ヨッピーがね、どこまで活躍できるかかもね。回復役技を持ってるから、どうなんだろう。どこにいるのピコ太郎、それ。宇宙の先にいるけど、手下を呼んだ。あ、やべ、それまさか、その手下ってまさか、あー、暗いかっこいい、ずるいわそれ。てか暗いか、なんでお前自然とそこっちになんか笑顔で。アンラコイン、あ、はやぶさ丸いてくれたか、なら大丈夫だ。行くぞ、一気に行くぞ、やっちゃえ、はやぶさ丸、はやぶさ丸、よし、一発でかい、一発で仕留めたのマジででかい。下手なことされる前に一発で仕留める、それがミートピアの基本よ。リーダー様、メガファイヤー、ピコ太郎、よし、ナイス。これはでかいな。何するかな。でも回復はしなくていいから、シャイニングぶっぱでいいか。マイペースどっち。光が満ちる、いざ。シャイニング、よし。リリア様なんかよっぽど出るんだな、すごいな。剣じゃない、もはやここまで来ると。手下呼ぶね。手下を一旦で片付ければ、でも向こうね、全然、うん、見えるか、来い。全員6人分呼ぶつもりか、まさか。塩コイン、おほほほ、同じ目に合わせる仲間をね、やったことね、はやぶさまで許してくれないんだ。いつで、同じ目に合わせるよ。ナイスナイスナイス、マジでナイス。よし、リーダー様、いやでも今のとこコンスタントに言ってる。ピコ太郎、ティラたちが手助け、4人でいった、これでかいなはい、1、2、3、4、今んとこ完全に順調、攻撃されてないからね、なんだかんだで。あ、待って、あれ、これどこから見たことが、待って、これ、いや待って、これ待って、あれ来るんじゃないの、え、何これは、本番やばい、そらやろ、衝撃に、ヨッピー、ヨッピー、ヨッピー、よし、なんとかなった。どうする、これ、自分が行動できるんだったらキュアオールで回復できるよ。もう一回行動するはないと思う。で、全員行動した後、それなら自分が回復回れるかも。よし、待って、やるか、馬が今いるんだったらあれをやるか。皆様に僧侶の必殺技をお見せしていませんでしたね。やります、それなら。馬が力くれるんだったらやりましょうよ。ジンバ一体、いざ、行きます。奇跡よ、僧侶のジンバ一体、解くと見よ、シャイニング。味方全体をね、これで全て癒せますんでね、僧侶はもう完全回復です。この危機的状況を一発で出した。で、ティラの、ただティラがね、完全に危ない状態だから、次安全地帯にティラ下げないとダメだ。ティラ自体は回復してない。下げて安全地帯、ティラ下げる、3人で頑張って、とりあえずまずは。よし、いいよ、大丈夫大丈夫大丈夫、リリア様13しか勝てないから大丈夫。うこれ大丈夫、みんな、よし、まあ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 、大丈夫、全然大丈夫。よし、いいよ。ピコ太郎の人気が落ち着いた。ヨッピー、いいよ。よし、いた、ピコ太郎、最後決めたのはお前だったの。
最後決めたのはまさかのそんなペンパイナッポーアッポペン。終わった。最後、あ、岩田社長だ。あー、いるよ、すべての元凶、すべての元凶だよ、あれ。はっ、今度は前のようにはいきませんよ。ぬん、魔王の呪いよ、これであなたは動けませんね。ティラさん、助けていただいて感謝します。少しだけ聞いていただけますか。魔王の呪いの過去をどうして顔を奪うのか。これキプレイでも辛いんだよな。ずっとずっと昔のこと、彼は一人の人間でした。一人ぼっちの寂しい人間でした。なんでみんな僕を無視するの？なんでみんな振り向いてくれないの？そうか、この顔が悪いんだ。個性のないこの顔が。そして彼は捨ててしまったのです。大嫌いな自分の顔を、顔を捨てた彼は存在を保てなくなり、やがて消えてしまいました。人間を恨み妬み憎む心だけを残して、その心の慣れの果てが魔王の呪いです。さてティラさん、この魔王の呪いをどうしますか。消滅させる、救う。これはね、まあ、もう一回倒せばそのエンド見れるんですけど、俺、僕ね、初見の時も思ったんだよ、その話聞いたらね、消滅させられねえよ。あなたは優しい人ですね。では彼に顔を上げてください。あなたはできるはずです。ててんてててあの、これはどうなのよ。さあ、最後の顔はこの顔です。僕は一体、僕こねちゃったテイラちゃんですね。作っていただいたんですよ、実はこれも。ティラと言ったらテイラが一緒にいるべきです。お、驚いてるな、ずいぶん驚いてんじゃん。は、僕の顔、助けてくれたんだね、あの、ありがとう。彼のこと、彼のことは私に任せてください。共に旅をして償いをさせますよ。それではティラさん、お世話になりました。うん、さようなら。元気でな、テイラちゃん、すぐ会ったばっかりだけど。あ、ほほほ、ようやってくれたティラよ。そんなてねえんでも、これで怪物たちじゃいなくなり、奪われた顔はすべて元の持ち主に戻るであろう。そなたはこのミートピアを救ったのだ。あ、そうだね、みんな誇らしげに、めっちゃ誇らしげじゃん。うん、こっちのメンバーもね、存在薄いな。馬もちょっといる、ちょっとだけいる馬が。あ、なんでヨッピー、ヨッピー、ヨッピー、なんでお前が俺の隣にいんの。友達だからか。あ、ミートピアの救いでティラ、そしてその仲間たちよ、心から感謝するぞ。そんなみんなミートピアダンスしなくても、ハヤブサのもうちょっと触れてあげて。ハヤブサは不思議な馬だから。あ、エンドロールだね、完全に。もう
ね、顔を失った人たち全てにね、まあ、あの顔が戻って、こうしてミートピアに平和が戻ったのです。おめでとう。あ、はい、ありがとう。おめでとうそんな祝い方されるゲームなかなかないよ。あ、幕降りた。キャスト紹介、あれ、え、何そのちょっと待ってよ、今まで配役した人たちが急に出てきたんだけど。おお、まあそりゃたまには兵士たちもね、王様の肉食わないとダメですよ。はい怒ってる、クロちゃん怒ってる、クロちゃん怒ってるわ。王様クロちゃん、今まで配役した人たちを見ないといけないのこれ、もしかしてちょ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 、男同士で何を考えとるんや。まあいいけど、まあいいやけど、それも一つのね世界ですからねいやいや、そんなちょシュールな、シュールなんだよこの絵は。編集しててもこっちは笑ってたんで、ウインクせんでええねん、キメマスゾイとし幸せになったかボーンファイターじゃねえか。あ、ボーンファイターと、まさかそこにいるのはガオガエン、ガオガエン仲良くやってよボーンファイターとガオガエン。ゲーム違うんだけど、ゲーム違うけどね君たちゲーム全然違うけどねまあでもなんか交わりそうな気がするわ。うぅ、いやだよ、ガするちょっともうやめて一人覗いてめちゃくちゃなんだよないやだ、なんかこのキャスト一人しかまともなのいないあー懐かしいな。もうこいつなんか急に影薄くなっちゃったな、こうしてみるとね。配役したトランプさん、はい、大魔王トランプさんですね。はい、まあ、全くね現実の人とはか、ね、関わりないんでね。はい、犬、かわいい犬だ。あれ、これ誰だ、でも犬って。ああ、こんなところでテイラちゃん生まれ変わった。なるほどね、そういう紹介なんだみんなそんないっぺんにこれはまたいいハッピーエンドだなおーおーおー、ショットチャンス、ティラあら、ティラも一緒にいるよ、ティラもいるよクソコラティラいるじゃんあら、いい笑顔みんなミートピア終わり。いや、いいストーリーだわ、やっぱ楽しいよなこのゲーム。